とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は効率的な古代狩りのやり方やっていきましょう。皆さん古代狩りやってるでしょ？俺も結構やってる。でもお供え物に中途半端なやつをお供えしちゃうともったいないのよ。中途半端なやつをやると多分ね 48% とか 46% とか、まあ、50% 以下ぐらいで古代人の数も 0.6 人とかそれぐらいになるんじゃない？それで回るのはもう本当にねもったいない。時間がもったいない。なので今日はおすすめのお供え物セットやりましょう。おすすめのお供え物はここを回った方がいいのよ。ここ。燃える火事場。そして、はてなはてなはてな。この二つを、まあそうね、三周ずつすれば、全然アイテム貯まるよ。うん。まずここ、はてなはてなはてな。で、必要なアイテム。それが、草。うん。これはね、まあ、ボスからもドロップするし、クリア報酬で必ず1個もらえるやつなので、これ集めやすいです。これが、紋章が2つついてるので、いいんだよね。で、そして、燃える火事場で、あそこ防具めちゃくちゃ出るでしょ。防具の、スケールメール。もしくは、傭兵のやつ。これ、傭兵のアーマー。か、プレートアーマー。3つ。この3つ、どれでもいいです。いい感じのやつ。で、同じく燃える火事場で出やすい。これ、力の弓。この力の弓も、マークが2つついてるので、かなり美味しいです。こうね。この3つで、ノーマル品だけども、67% の平均1になっちゃうのよ。うん。で、それに、プラスで、ハテナハテナで出るクレイモア、もしくは火事場で出るグレートハンマー、この2つのどっちかを装備するとこんな感じです。 73% の 1.2、 かなりいい感じだよね。なので本当に回る場所はこの2つでいいです。燃える火事場とハテナハテナハテナ、ここをとりあえずぐるぐる回って、まあ、3周ぐらいしちゃえば、まあ、燃える火事場なんてね、2周すれば相当溜まるよ。こっちなんかは、まあ、1回に1個ずつなんで、ちょっと回らなきゃいけないかもしんないけども、1周2分かからないと思うから、まあ、楽勝です。で、こんな感じになるんだよね。で、まあ、これに、出てきたユニーク品なんかを入れると、さらに美味しくなるのよ。うん。まあ、ハイランドアーマーとか、あそこで出るやつじゃない？これを入れちゃうと、1個でも入れると、こんな増えます。81%。1.5。美味しいよね。で、さらにもっと加えていきましょう。何が出るか。あ、これ。フロストサイズなんて。はてなはてなはてな。で、出るやつだよね。これ、よう出るよね。で、グレートアックス。これもよう出るよね。こういうのを装備すると、84%。また上がっちゃった。で、力の弓。これのユニーク装備。サブリューイング。これをしちゃうと、88%。1.8。とんでもないよね。なので、まあ、あそこ。燃える火事場。そして、はてなはてなはてな。あそこを周回して、入手できるアイテム。まあ、必要ないやつもあるんだけども、まあ、重要な、クレイモア、ハンマー、そして、スケールメイル、傭兵のアーマー、そしてプレートアーマー。この3つと、力の弓だね。それを集中的に集めて、いくといいです。まあ、かなり、美味しいよね。46%、48% ぐらいでいくのと、この 73% の 1.2。これで行くのでは、もうほんと全然違うので、この2つ
周回してやってみてください。まあ、とりあえず一周回っちゃおうか。どれぐらい金装備が出るのか見てみようかな。あー、よかった。なかなか穴がないから心配してたんだ。ようやくあった。何体出てくる。あ、1体かい。1体美味しくないもんな。せめて2体3体出てほしいんだけど。せめてっていうかね、それが美味しいんだけどね。次行ってみよう。もっといっぱい出て。今回全然少なかった。穴自体全然なかったよ。マジか。こういうこともまああるよね。結局は運次第ってことか。いや、でもやっぱり穴の中にね、古代人がいるっていう可能性が増えるから、パーセンテージは増やした方がいいよ。それはもちろん。40何パーよりも70%、80%の方が、それはもう絶対いいはずだから。うん。今回は、ちょっと俺の運がマジでなかったっていうことだな。はい。まあ、とりあえず、今日のおさらいです。古代狩り。古代人狩りじゃないね。古代狩りだね。古代狩りの、パワーの上げ方です。まず、おすすめなのが、ここ、燃える火事場と、はてなはてなはてな、だね。まあ、燃える火事場は、もともとアイテムが出やすいので、2周ぐらいすれば十分です。で、ここは、クリア報酬でもらえる草が必要なので、まあ、5、6周?うん、まあ、1周2分ぐらいしかかかんないので、回ってみてください。で、そこで入手したアイテムだけで、かなり、パーセンテージを伸ばすことができます。まず、クレイモアかグレートハンマーだね。どっちとも出るよね。そして防具では傭兵のアーマーかスケールメールもしくはプレートアーマー、この3つのどれかを装備してください。で、ハテナハテナで入手できる草で、弓が、火事場で入手できる力の弓、これを装備しましょう。ああ、装備じゃないね、お供え。そうすると 73% の 1.2、 これになるので、かなり簡単な、パーセンテージの上げ方ではないでしょうか。うん、やっぱりこれでいくのと40何パーでいくのでは全然違うと思うので、はい、やってみてください。まあ、今回は俺が運悪くこのコグクロスボウだけしか入手できなかったね。エンチャントも微妙です。はい。まあ、とりあえずね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。